山形市では園児が自分たちで育てたさつまいもを収穫しました。生き物たちとも触れ合い、自然の学びを深めていました。抜けねえか、頑張れ。さつまいもを収穫したのは山形市のさくらんぼ幼稚園の子どもたちです。春に350株の苗を植え、今日まで水まきをして育ててきました。子どもたちは長いつるに苦戦しながら、丸々と育ったさつまいもを次々に掘り起こしていきますが、子どもたちが芋掘り以上に夢中になっていたのが自然の生き物たちです。なんか見つけた。かわいい。ダンゴムシ好きです。かわいい。子どもたちは自分たちで育てたさつまいもを収穫しながら、生き物に触れ、自然の中での学びを深めていました。なんか楽しかった感じで、スイートポテト、あとは焼き芋。今日収穫したさつまいもは子どもたちが給食で味わうということです。